南カリブ自治地域、または南カリブ海岸自治地域は、ニカラグア南東部にある自治地域である。1986年に旧セラヤ県が2つに分割されて設けられた。2014年には南アトランティコ自治地域から現在の名称に変更。北部に北カリブ自治地域、北西部にマタガルパ県、西部にボアコ県、チョンタレス県、 南部にリオサフ風案件と接している。東部はカリブ海を望み、沖にはアメリカ合衆国から返還されたコーン諸島が浮かぶ。北側にグランデ川が西から東へと流れ、東海岸にはカリブ海とつながっているペルラスコがある。北部のほとんどがモスキートス海岸と呼ばれるカリブ海側定地であり、南部は山地となる。 面積27,407平方キロメートルで、国内2位の大きさ、人口38万2,100人、自治地域の首都は、旧セラヤ県の県都でもあった、ブルーフィールズである。ありがとうございます。